どうもウェダックスです、本日はですね CPU の性能が実は封印されているんだっていう話をコメントで教えていただいて、PL1、PL2 をチェックしろと。パワーリミッターですね。 PL っていうのは電力を制御しているマザーボードが抑制している、ある程度の電力を使うとそれ以上使わないような設定があるんですね。でサーマルスロットリングっていうのはまた別にあって、 CPU の温度が上がりすぎるとある一定の温度で止めるっていうことなんですけど、それ以外にもマザーボードが省エネというか CPU が壊れないようにというか、オーバークロック等する人にとっては当たり前だったのかもしれないんですけど、私オーバークロック基本的にしないんですね。でマザーボードの設定を基本的にデフォルトで使えばいいと思ってた方なんです。で第10世代のマザー、バイオスターのマザーで同じようなことをやってるんですけど、こんなリミットのかかり方はしなかったので、で今回アスロックさんのスティールレジェンドで初めてそのパワーリミットがあるっていうことを実は知りました。無知でした。うん、というかそんなにね K がつくような CPU を使ったりね、高クロックで動くような CPU を買ったり私基本的にあまりしないんですね。で K 付きとかも持ってるんですが、まあ、同じようなことをやってるんですけど、こんなパワーリミットのかかり方をしたことがなかったんですね。で11世代のマザーと CPU、 この組み合わせによって初めてこのパワーリミットに引っかかりました。ではね、具体的にどんな感じなのかっていうのを昨日やったんですけど、同じようにもう一回見てもらわないとわからないかもしれないので、まず CPU のクロックですね、ここに出ております。プラス温度ですね、温度も見てもらうといいと思うので、コアテンプを起動させておきます。はい、こんな感じでね、はい、コアテンプにね一応この電力で出るんですよね。ここを指摘していただいた感じです。ここが下がってるじゃないかと、ある程度の消費電力に達したら下がってるじゃないか。でエコチェッカーでも見たんですけど、確かに130ワットぐらいまで行くと一気に95ワットまで抑えられるんですね。それが原因でブーストがかかってないように見えたっていう感じみたいです。でこれはね、マザーボードによるかもしれない。安いマザーにはひょっとしたらそんな機能はついてないかもしれないんですよ。その辺がちょっと曖昧で申し訳ないんですけど、どんな感じなのか一旦見てください。はい、実行します。ランはい、シネベンチが実行されるとですね、4.17GHz っていうスピードになるんですね。でトップスピードは本当は 4.4 なんですけども、これは一応表示的には 4.17 が今一番てっぺんですね。温度的にも60度以下に抑えられております。で96ワットぐらい今使ってるんですけども、ここがね突然落ちる瞬間があります。 4.17 とここね今落ちましたね。62W、3W、4W、この辺まで落とされると CPU のクロックが 3.6GHz あたりに落ち着いちゃうんですね。だから温度じゃなくて、温度は余裕がある、50度以下で回せているので余裕があるんですけど、消費電力がね今ねエコチェッカーだと 94W で、ここには 64W と出ております。はい、だから CPU が使っている電力が極端にぐっと落とされる仕組みとなっているみたいです。じゃあね、今まで意識しなくてもブーストクロックっていうのは本当にてっぺんまで私の感覚だとかかってたんです。なんだったら第10世代のマザーとバイオスターのマザーと K 付きもしくは K なし同じようにしても問題なくブーストかかって最後までやりきるんですけど、今これでスコアが3539です。覚えておいてください。で電力が60一旦 95W ぐらいまでいったけど 65W あたりまで落とされたってことですね。そのことを記憶しておいてください。そしたら今からマザーボードの方の設定を確認したいと思います。こちらがアスロックスティールレジェンドの BIOS UEFI の設定ですね。でこちらの設定で詳細モード F6 とありますので、これを選びます。はい、そしたらオーバークロックツール、
ここに CPU パワーリミットアンロックっていうのがあるんですね。こいつが電力を制御している。これが自動になっていると、どうもある程度のワット数を超えると抑えてしまうみたいなんですね。この自動をですね、有効に変えてあげる。これだけで基本的にそのブロックは止まる。で、サーマルスロットリングの方はどうなってるのっていうことなんですけど、サーマルスロットリングの方はアドバンスドを選んで CPU を見るとですね、別のメニューでCPU サーマルスロッティングって書かれてるんですけど、ここ有効となってますので、 CPU の温度は一応上がりすぎたらちゃんと抑えてくれるっていうのは残っている状態ですね。はい。そしたらですね、これを保存して再起動したいと思います。パソコンの方再起動されましたので、先ほどと同じように温度ですね、温度と速度見れる状態にしておきたいと思います。今 4.3 とかね、ブースト最高 4.4 ギガまでかかるものです。で、電力の方もまあ 10W とか全然大丈夫ですね。温度も30度以下ぐらいに抑えられている感じですね。はい。で、まあちょっとね、起動して直後はしばらく速度が速いまんまなんですけども、早速もうシネベンチ一回やってみたいと思います。はい。では、準備できましたので、先ほどと同じタイミングで、同じ画面左右に出しておきますので、チェックしてください。ランします。ラン。はい。同じように 4.17GHz まで上がりまして、使用率はもちろん 100% で、温度は上がっていきます。そして電力ですね、また 96W あたりまでいきます。で、だいたいですね、だいたいこれぐらいから急に電力が130、今でエコチェッカーでは 130W 超えてるんですが、この辺から落ち始めるんですが、落ちずにね 4.17GHz を保っております。で、96W ぐらいを使っております。はい、下がりませんね。先ほどの設定を自動から有効に変えることによって、パワーリミットがかからなくなるようです。はい。まあアスロックの最近のマザー、もしくはいいマザーですねの方は、この機能を有効にしてあげないと CPU の性能は封印されている状態と同じになってしまいますね。そうしないとね、結局ゲームでここまでガクッと下げられたら多分処理落ちしますよ。それぐらい影響があるところなので、そうかっていう感じですね。めんどくさいですよね。マザーボードの設定は個人的にはデフォでいいと思ってる。で、BIOS のアップデートをしないでいいと思ってる方も結構いる。 BIOS のアップデートを紹介すると、私はしないですっていう意見が結構返ってくるぐらいあるんですね。だからその辺が私はそれでもいいと思ってた方なんですけども、最近はね、さすがに BIOS をアップデートしないとダメなマザー、特にファースト、一番最初に出たイニシャル BIOS ですね、をそのまま使うと不具合が結構あります。で、ブーストがかからないっていう不具合も UEFI の設定より更新で直ることが結構あったので、私またそれかなと思ってUEFI 更新したんですけど、結局同じような結果でした。その結果、私のね、ここに目がいってなくて、電力に目がいってなくてね、なぜブーストかからんのやろうなって思ってたんですけど、それはパワーリミットだ、電力がカットされてるんだよっていうことをコメントで教えていただいて、あ、そうかと。前にもね、なんか似たようなことを気づいたことはあったかもしれないんですけど、マザーの設定っていうか BIOS の設定変えてまで解除したことはないので、そうかと。あそこを触るっていうのはなかなかハードルが高いんじゃないかなって個人的には思うんですけど、多分初心者の方がこれインテルでこのマザーで自作した場合、気づかない方の方が多いんじゃないですかね。めんどくさいですね。はい、ということでした。 CPU の性能を
出し切るためにはこのパワーリミットですね、多分マザーによって設定項目っていうのは違うと思います。コメント欄によく書かれていたのは PL1 と PL2 をチェックしろっていうことやったんですけど、これは多分アスロックのマザーではなく他のメーカーのマザーだとそういう表記になっているんだと思います。パワーリミッターですね、その辺の電力制御を無効というか有効というか自動というか、これはね本当に表現がいろいろとあります。具体的に何ワットまで OK ですよっていう風に打たないといけないマザーもあるみたいなんで、そうなってくるともうオーバークロックしてるのと同じ感覚ですよね。ちょっとなんていうんですかね、まあ CPU はサーマルスロットリングで守られてるんですけど、ちょっと危険を犯しているような気がしてめんどくさいですね正直。ということでした。ただね、せっかく第11世代使っているのになんか遅いなって思ってる方はぜひチェックしてください。私はね正直ほんと遅いなと思って、ビデオカードつけてベンチマーク測った時もいろんな方から指摘されてたんですけど、ちょっと間が空いちゃったんですね。いろ忙しかってこのマザーを触ってなかったんですけど、今回これでやっとその謎が解けました。はい、コメントありがとうございました。また私が無知で申し訳ありませんでした。今後またこういうことがありましたらちゃんと報告していきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、本日はこれにて終わります。上田Xでした。バイバイ。